S-92, CS-92 展示されている S-92S-92, CS-92 CS はチェコスロバキア発のジェット戦闘機。戦闘機、爆撃機型は S-92, 練習機型は CS-92 の名称が付けられている。第二次世界大戦中にドイツで運用された ME262 戦闘爆撃機を チェコスロバキアのアビアモータース社が独自に再生産した機体である。チェコスロバキア空軍の主力戦闘機として生産される予定であったが、技術の進歩やソビエト連邦の技術と機体の導入により3年しか運用されず、配備数も10機にとどまった。第二次世界大戦中に開発された ME262 は、チェコスロバキア国内にも飛行隊が展開していた。また、 レトニャニのアビアでは機種をはじめとする部品を製造しており、マレシツエの航空機修理工渉では、目262のエンジンであるユモ004の部品が製造されていた。終戦時点で、チェコスロバキア国内には18機分の部品が存在していた。1945年9月、チェコスロバキアは国内に残存する部品。 損傷した m 2 6 2の機体から国産化を決定した。エンジンの u モ0 0 4は M-04 として国産化された。クリスマスを迎える頃には最初の機体が組み立てられ、エンジンは3月に完成。1946年8月27日、アントニーン・クラウスの操縦により初飛行を行った。9月3日、公開飛行が行われ、 s-92 と命名された。この機体は2日後に、左エンジンの不調から十キ 960km の記録を残した6度目の試験飛行で墜落したが、富士見に成功しパイロットは無事脱出している。同年、複座型 CS-92 も完成し、12月10日に初飛行した。既存パーツに依存して組み立てられた機体のため、 原形二百262から大きく変わるところはないが、固定武装は百262と同様に 30mm 機関砲が4門で、あるものの、機関砲は MK108 ではなく、旧式の MK103 であり、訓練目的の運用のため通常は2門、それすらも大抵は取り外して運用された。また、墜落事故の影響により、降着装置の引き込み機構は、 目262の左側エンジンの駆動に依存した機械式から二重化された油圧式に変更されている。S-92 の開発により国産ジェット戦闘機を有する最初期の国となったチェコスロバキアであったが2月事件の極共産化が進行すると航空機技術もまたソビエト連邦系統のものへと移行していた。加えて技術の進歩により早くも 旧式の機体となっていた。1948年6月24日に最初の機体が引き渡され、1940年代末から1950年代初めには、チェコスロバキア空軍の第5戦闘飛行隊が S-92 で編成され訓練に当たっていた。一機の S-92 は無塗装状態で地上訓練用に用いられ、飛行することはなかった。 他の機体は、迷彩効果を狙った、海力色の塗装が施されていた。1951年5月9日の戦勝パレードで、6機の S-92 が9機の S-101 と共に、プラハ上空を飛行した記録が残されている。だが、この年に、ミグ -15 のライセンス生産が決定しており、パレードが終了すると、同月中に全機が退役となり、 運用が終了した。当初の計画では S-92 を9機、CS-92 を3機を導入する予定であったが、最終的にチェコスロバキア空軍が受領した機体は S-92 が7機、CS-92 が3機であった。CS-92 のうち2機は S-92 からの改造によるものである。 ユーゴスラビア空軍が興味を示し、パイロットが試験に参加していたが、生産数が少なく導入には至らなかった。出展、諸原性能武装、ありがとうございます。